そんんなもん住民の安全なんか二の次に決まってるだろうって考えなきゃこんなことできないんですよむちゃくちゃじゃないですかこんなのいずれにしても完璧はありませんので普通じゃないですよね常備してますよ、えー、令和新選組山本太郎です福島第一原発事故では防災対策を講じていた 8, 8から10キロという範囲を超えて避難が必要になりましたこの教訓を踏まえておよそ半径30キロ圏に避難計画策定が求められるようになった 対象地域住民が数十万人となる場合もございます避難区域は半径5キロの PAZ 半径30キロの UPZ の2つに分かれる事故があれば PAZ 県内の住民は放射性物質放出前から予防的に避難一方 UPZ 県内の住民は屋内退避し放出後に状況を見て避難一時移転する つまり、UPZ 内の住民は放射性物質が降り注ぐ中の移動となります迅速に避難することが必要だがそれと同時に避難先に汚染が拡散されないよう対策も求められますこの避難または一時移転等措置の際に避難者の汚染レベルを確認する検査が行われますこれを避難待機時検査通称スクリーニング検査という この避難・待機時検査の手順は、原子力災害時における避難・待機時検査および簡易除染マニュアル2022年で定められています。具体的には、30キロ付近において乗用車やバス、避難者の表面がどのぐらい汚染されているかを調べ、基準、つまり4万 CPM を超えた場合には除染するとしています。この CPM とは、1分間あたりの放射線の計測数のこと、資料1。 このマニュアルには検査の意義について以下のように書かれています。避難帯域時検査によって汚染の程度を把握することは、これらの表面汚染からの吸入及び経口摂取による内部被ばくの抑制及び皮膚被ばくの低減、汚染の拡大防止を適切に実施するために不可欠なものである。原子力防災担当大臣、このマニュアルに書かれているとおり、避難帯域時検査は汚染の拡大を防ぐために 的確に汚染の程度を把握する、信頼性の高いものじゃないといけませんよね、当然、えー、一言でお答えいただければと思いますこの避難待機検査における汚染程度の把握は、被爆の抑制や低減や汚染の拡大防止のために不可欠でございます。あの住民の皆様のの皆避難や一時移転等の円滑にに行うためにも実施しなななければならないと されております。まあ、同時に避難及び一時点の迅速性を損なうのに十分して行わなければならないと思います。まあ,あのこのような考え方に基づき、迅速性を損なわないように行うために、国としては避難、待機時、検査等によりより良い方法で実施できるように必要な要因やえ資機材の確保。 出の実施ててきております、まあ、今後も避難、待機実験者等に利用可能な新技術の開発も取り組んでまいりたいと、いろいろ説明いただいたんですけれども、本質的なところのお答えをいただいておりません、えー、これは避難、待機事件者は汚染の拡大を防ぐため、的確に汚染の程度を把握する、これらを満たすためには、信頼性の高いものじゃないとだめだよね。 ということでその通りであるかそうでもないのかその一言でお答えいただけますかあの信頼性の高めのあるように努めていると思いますまあ将来的なことのお話になっちゃうと思うんですねその答弁だったら、まあ、現在もそれを追い求めているということの理解でいきたいと思いますそもそも原発避難は被爆を避けることが目的早く遠くへ逃げるのが鉄則一人一人手作業で検査していたら交通渋滞が引き起こって避難を遅らせることにもなりますでも やはり的確に汚染状況が把握できなければ意味がありません。そこで検査の迅速性と正確性を両立するため国が期待するのが車両用ゲートモニター。測定機メーカー2社が製造。国が交付金を出して都道府県に導入を促しています。資料の2、主要メーカーの千代田テクノールが製造するゲートモニターは2本のポール、2本のポールの間を通過した車から 基準である4万 CPM を超える放射線を検知すると発報、お知らせする仕組み。大臣、この車両用ゲートモニターこそが的確に汚染状況を把握し、汚染拡大を防ぐために重要な設備であるということで間違いないですよね。お話聞いていただかないとお答えできないと思いますよ。汚染拡大を防ぐために非常に重要な設備がこれであるということでいいですよね。まあ重要な設備の一つであると思います。 この最終兵器であるゲートモニター、導入を促された自治体からは、そんなもの使えるのかとの疑問が噴出しております。避難帯域時検査は新しい制度です。当然ながら車両用ゲートモニターは実際の事故時に使われたこともない。それにかかわらず国は、 原子力規制庁当時はこれを使えば迅速な検査が可能であるかのようにアピールをしてきました原子力規制庁が初めて自治体担当者にゲートモニターの導入を指示したのは2014年4月の自治体担当者との会議道府県連絡会議ここで原子力規制庁はゲート型モニターを使い検査を効率的に行うように指示しました自治体の側からすれば得体の知れない設備をいきなり導入するよう指示されたことになりますこの指示に対して各道府県 道府県から異論不安が紛失その当時のやり取りはジャーナリスト日野幸介氏が請求して開示させた同会議の議事録によって明らかになりました資料3ゲート型モニターは4万カウントをき,っちえきちんと測れるというようなものにはとても見えなかった石川県いわゆる解説的なものマニュアル手引きは出てこないのか福井県 資料4これらの指摘に対して原子力規制庁はゲートモニターの具体的な使用は確認していないと認めています同年7月の道府県連絡会議でも検査対象人数が不明で使いようがないと検査の前提に突っ込みが入ります対象が避難住民全員とか一部の住民でいいのか そういうことが示されないと必要な人員や資機材もはっきりわからない鹿児島県、これについて、規制庁は検査対象者の範囲については検討するかも含めて持ち帰りたいなどと回答、入れろっつってのにそんなことも検討されていないんですね。 設備の性能もどれだけの数の住民を検査するかも不明のまま、見切り発車で導入が進められたことがわかります。これら自治体からの指摘を受け、原子力規制庁は急ぎで検査マニュアルを作成、2015年3月31日に発表、これ、仙台原発再稼働に間に合わせるために急いで作ったものなんですね。 内容もいい加減です資料5例えば同マニュアルでは車両用ゲートモニターを使用して検査ができるのは検査場所の環境に有意な汚染がない場合のみとされている原子力災害が起こった時検査場所が汚染されていないそんなことなど実際にはありえません汚染されていたら使えない検査方法を持ち出すのは意味が不明ですこのように的確な汚染状況 えー、把握の要であるはずのゲートモニターが災害時にちゃんと使えるのかどうかわからないまま避難計画に組み込まれていたという事実です資料6そして2015年仙台原発2016年伊方原発高浜原発2018年玄海原発大井原発2021年美浜原発と各地で避難計画の了承と原発再稼働が続きました 原発事故時ゲートモニターがどこにどれだけ設置されるのかこれが機能するかもわからないままいい加減な避難計画しかない状態で原発を動かしてるんですねそんなもん住民の安全なんか二の次に決まってるだろうって考えなきゃこんなことできないんですよこのように各地で原発再稼働が進む中ついにゲートモニターの検知能力にも疑問符がつきました 資料の72021年3月日本原子力研究開発機構 JEA は内閣府委託で車両用ゲートモニターの性能試験を実施した結果を発表ワイパー部分とタイヤ部分を同時に正確に測定することは困難と結論づけましたかいつまんで言えばこのゲートモニターで車を検査するとタイヤの汚染レベルは分かるんだけど車の正面の部分の汚染は分からないんだよね だから正面部分は手作業で測定しなきゃいけないんだということが分かったってことですそして基準値とされる4万 CPM 以下の汚染でも検知をして汚染ありのシグナルが出されるということも問題となりましたこれってより低いレベルの汚染も検知できるんだから的確な汚染把握のためには本来はいいはずなんですよねでもそれでは除染する車が増えてしまうと 迅速化にならならいいということが問題になったこの研究結果を受けて内閣府は2021年4月27日自治体に導入させるための交付金を一時停止現状の危機ではごく軽微な汚染でも発砲する可能性が指摘されたとつまりこのままだと低い汚染でも検知してしまうから国の交付金は出さないということの決定をしたんですよね 最強兵器として導入を促してきたゲートモニターが使えないことになり、避難待機時検査が成り立たないことが露呈しました。それでも政府は辻褄合わせに躍起になります。基準値通りのレベルを検知できるとお墨付きを与えるために小手先の調整を続けるんですね。特に主要モデルの一つである千代田テクノル製ガンマポールを使えるようにするための小手先、この裏技がすごい。 資料8、本来立てて、立てて使うはずのポール型のモニターを横に寝かせてしまえば、検知の精度が低くなるから、低い汚染はスルーできるという、内閣府は原子力安全協会にゲートモニターの使い方のマニュアルを作らせて、横置きにすれば使えるとのロジックを正当化しました。資料9、2021年11月発表の報告書では、ポール型のモニターの測定器、 このポールを寝かせることで4万 CPM 基準での判定は可能と結論付けれた。そして使えるようになったから翌年の2022年にはまた交付金出して自治体に導入を促すようになったんですね。むちゃくちゃじゃないですか、こんなの。横に置くから感度低くなって大丈夫。これで進められた再稼働って普通じゃないですよね。蒸気してますよ。 いやこれを、この体温計は高温だけを測れるものにするから38度まで温めた後にお使いくださいみたいな。これ例え合当てるかどうかわかりません。あまりにも無茶苦茶すぎて類似の例えを見つけるの大変ですよ。さらにゲートモニターで測定できるのはタイヤ部のみという問題が残ります。車両前面のワイパー部は表面汚染測定器、サーベイメーターを用いて手作業で測定すると言います。手作業で測定することで時間がかかってしまう。 そして人員も手作業の分必要になる。これ各自治体からも円滑な避難の妨げになるから手作業なしで済むようにしてほしいという声が上がりました。しかしそれに対して内閣府は有効な解決策を示せていないと。資料10、2022年10月原子力発電関係団体協議会担当課長会議では検査の順番を変えてタイヤ部より先にワイパー部を検査するようにという指示をしました。 ゲートモニター前で順番待ちをしている車両のワイパー部分を先に測っていけば時間短縮になるとこれでも結局手作,手作業による測定は残って時間がかかるということには変わりはありません資料112022年1月の説明会では大型バス大型バスについては基準値通りに測定できないという問題も指摘されて大型バスは手作業で測ることも検討課題となった 当初から懸念されていた汚染状況下では使えないという問題も残っています。治療12、2022年5月、内閣府の手引きでは、手引きでは、車両用ゲートモニターが機能するバックグラウンド占領率は、日立製で毎時0.33マイクロシーベルト、0.33マイクロ、千代田テクノロル製で毎時0.45マイクロシーベルトまでとされた。 これ、皆さんご存知の通り、バックグラウンド線量って、これ、測定しようとしている放射線以外の放射線の話ですよね、もちろん自然の放射線も含まれます。これ、一例としてなんですけれど、福島の第一原発事故時は、県をまたいだ栃木県、この栃木県でも毎時、1318マイクロシーベルトがバックグラウンド線量として観測されています。それを考えると、 この前提ってもうデタラメに近いですよね。現在の車両用ゲートモニターの上限値0.45では東電原発事故と同じように放射線量上がれば全く機能しないということ。使えるしも代物ではないということなんですね。こんな設備前提の避難計画では住民の安全守れない。当たり前の話ですよね、これ。 大臣これね実際には的確な汚染把握のためには使えないゲートモニターを国の交付金を支給して自治体に導入させる意図ってこれ、なんだと思われます委員のいろんなご意見がありましたけれども、まあ、原子力防災については、まあ、海外の事例も含めてですね、えー、工夫しながら、さっきも先ほど申し上げたように迅速にかつ正確に計測すると、とこんなことが必要でありまして、まあ、これを累次、類似政府として行ってきているというふうに思います。 答弁の内容がよく分からないんです、ね、的確な汚染把握のために使えないゲートモニターを国の交付金を支給してまで自治体に導入させる意図って、これ何なんでしょう私は今、的確なあの把握ができないというふうなあの断定的なことはあの言えないと思います、まあえー、とこの件に関して、こういうことがあるということに関しては、大臣、はよくご理解してなかったという意味合いですよね、そういう意味合いじゃないですか、よくご存知の上で言ってるんですか、いかがでしょう。 あの物事の検査には、いろいろなあの正確性というものが要求されますけれども、まあ、どこかからその的確か、的確じゃないかというのは、いろいろな判断基準があると思いますし、それからやっぱり的確性ということと迅速性ということ、あの必ずゼロ一ではありませんけれども、そのバランスの中で考えうる科学技術を駆使、また海外の事例を生かしながら、工夫をしてやっていくということが、現職防災でも大変重要だというふうに考えております。 えっと、ちょっとなんか話の本質と合わないと言いますか、全く噛み合ってない答弁だと思うんですね。先ほどお、おっしゃいましたよね。何でしたっけ原子力防災に終わりや完璧はない。ゼロ一はないんだって今言われたんだけど、終わりや完璧どころじゃないんですよ。完璧にもやる気がないし、始まる前にも終わっちゃってんですよ。そういう状態だってことをまずご認識いただかないとダメなんですね。ご自身で分かってもいない避難計画を推進して、避難計画を充実化するってことを、 えー、環境大臣としておっしゃってるってことに非常に問題があるってことです。そして実効性のない計画を了承し、原発再稼働これ進めようとしている。実際に進んじゃってるじゃないですか。で、これからも進めようとしてるってことですね。この車両用ゲートモニターが機能しない、実際に原子力災害が起こっても、機能するはずもないということはこれ、実は大臣ではなくて、内閣府が一番よく知ってんじゃないのってことなんです。それを進めてきたんですからね。 資料13。そもそもこの避難待機時検査前提がおかしすぎるんですよ。内閣府は車両2レーン、2つのレーンの検査会場で1日8000人の検査が可能としてるんですけれど、ここまで問題が山積している車両用ゲートモニターで1日に8000人の正確な検査ができるということはちょっと考えづらいんですね。見積もりがちょっと違うんじゃないの数十万人が避難,避難対象地域。 数十万人の人々が住んでいます。そこ避難対象地域ですっていうところもあるわけですよね。って考えたとしたら、これ8000人、1日8000人処理していけるかって言ったら、これなかなか難しい話でもあるし、前提自体がもう無茶苦茶なんじゃないかって。そもそも避難待機時検査の除染基準4万 CPM は都合よく引き上げられた基準ですよね。福島第一原発後、除染基準は1万 3000CPM だった。それが4万 CPM に引き上げられたんですよね。えー、に、資料の14。 事故前の除染基準である1万 3000CPM という数値、えー、この数値では、事故が起きれば多くの避難者が引っかかり、迅速な避難ができ,なるこできなくなることが分かって、基準を引き上げざる得えなかった、その引き上げた基準、つまりは4万 CPM という基準でさえしっかり測れず、これで汚染拡大防止がしっかりできてると言われても、何の説得力もないんですね。大臣 的確な汚染把握が必要、そのための避難帯域時検査、ゲートモニターを使って的確かつ迅速な検査をするということが重要なわけですよね。しかし、要となるゲートモニターとその運用方法、問題が多すぎて実効性には大変疑問があるという状態。このような問題だらけの避難帯域時検査を前提に立てられた避難計画で。 これまでに了承されたものは全部撤回しなきゃいけないんじゃないかって。前提がないんだよ。前提がむちゃくちゃなんだよってことですよ。縦で使うもんを横にしてとか、まあええやないかみたいなことでずっと来てるわけですね。地方自治体からそれまずいんじゃないか、どうなってんだって声が紛失してるのに、とにかくこれでいく。一回彼出したけど、一回止めて、何か変わんのかなと思ったら、そのまんま使う、横にして使うってことだけが前に進んだっていう。 ゲートモニターの設置場所についての計画、除染基準を根本的に見直して、実際に数万人から数十万人が迅速に避難できるかの検証っていうのは、これ絶対やらなきゃいけないことだと思います。命かかってますから。大きな地震来るんですよね。大きな地震が来ると言われてて、実は、能登半島の地震は、実情国はノーマークに近かったわけですよ。そこにおいても様々な問題が起こったということは、この委員会でも話されたと思いますね。 ということは、この先必ず起こるとして準備しなきゃいけないのに、穴だらけだってことなんです。すでに再稼働されたものも、そのような穴が分かっていながら、それに目隠ししながら前に、自分たちに目隠しして前に進めたんですよ。つまり何かしたら、もう一回見直さなきゃだめなんです。安全な避難はできない、汚染の拡大を止めることはできない、今のままじゃってことです。検証をもう一度やり直すべきだと思います。大臣、そう思われませんか。まあの原子力防災に完璧は終わりありません。 まあ、ご指摘も踏まえて、ですね、えー、改善、必要な見直しを行いながら、えー、原子力防災の実効性を高めてまいりたいと、そのように考えますすみませんあの、原子力防災にあの完璧とかはないんだっていうのは、もうその決め台詞は分かったんですよ、決め台詞はいいんですよ、もうそういう話じゃないんですあの完璧どころかむちゃくちゃゃくだってて話をしてるんです。 それに関して、このむちゃくちゃなものを前提に、再稼働されてしまったりとか、避難計画オッケーとかみたいな話になっていってるものに対して、これはもう一度検証しなきゃいけないんじゃないの、命を預かる政治家として、大臣としてこれ、検証の必要性を感じないのかってことをお聞きしてます、いかがですかあのむちゃくちゃという言葉について私は見解をお答します。まあ、いずれにしても完璧はありませんので、えー、今ょうのご指摘、またいろいろな方のご指摘も踏まえて、えー、必要な検証を行い、見直しを行ってまいりたい、そんなと思います。 あの私がこんなのむちゃくちゃじゃないかって言ったことに対して、大臣は、そのむちゃくちゃとは私は思わないということを言われたと思うんですけど、ではなぜむちゃくちゃと思わないかということのえご説明は一切されてないんですよ。そのままぬるっといける話じゃないんです、いつ地震が来るか分かんないから、それを考えたときに、ものすごい責任を背負っているはずの大臣が、これをスルーしようとする方向はあまりにもおかしい、検証していただくことを求めたいと思います、ありがとうございます。